どうも皆さん、こんばんにちは。おとじやです。メロさんもね、頑張っておりますけども、ボイドバスターズ続きをプレイしていきたいと思います。救急車ですな、次のステージ、起伏装置。回収しに行きたいなと思います、ジェット。ワープドライブを手に入れたんで、こんな感じで行くこともできるみたいなんですかね。ワープキーを使えば、もうここを無視していくことができると。まあ、下に下がれば下がるほど震度がって感じか。一気に行くことはできるけど、すげえ難しそうだな。ただ、ツーリストしかいないみたいだけどね。ただ、この起伏装置が欲しいので、ここをまず行こうかな。こんなもんでしょう。ああ、管理人とキッズか。一気にぶっ飛ばしておこうかな、ホッチキスで。いやー、まあ、レギュレーターでいいか。どんな感じよ。タレットは真ん中にある。それ以外はないか。へえ、シアター。シアターって書いてある？この場所、人体を開いて修理や改良を行う場所。改良までできんの？FTL が2つある。燃料確保しつつ、すぐ出てちょっと行ってみようかな。あ、電源落ちてるな。じゃあ右からの発電機行こう。なんだろうあれ。よくわかんないな、赤くて。シアターだね。管理人がいた。電気オン。オープン。開けて。何これ。ああ、向こう側見えるようになってんのか。そうね、シアター通って操縦室でマップをゲットしてのガソリンゲッチュだな。マジかよ、タレットが普通に撃ってこようとする。なんだ、回復はできる。回復可能326。回復しまーす。ふぅー、そんな回復の仕方ある？ HP ブーストロック状態、これは取る。ああ、いや、全然足りなかった。で、装置ゲットした。よースモーキーだね。シアターなんだね、間違いなく。何を監視、そんな、見るのっていう、鑑賞するのって感じだけど。真ん中にそんな回復のやつがあって。ダウンロード完了。行き止まり。パレットどうしようかな。ザッパーで止められるから止めます。なんだこれ。うわー、なんか人っぽいの入ってるけどね。ほらよ、吹き飛びな。マートって書いてあるけど、体が売ってるってこと？入れ替わる用の。さあ、戻ってきちゃったけど、全然 FTL 拾えてないね。そんなに脅威じゃなくなってきたな。落ちてる。うぅ、滑る。酸素補充してから行けいか。開けたかったな。
回収完了かな。ずいぶん遠くにいるね。じゃあね。あと右、これで全部だね。二つはお金がないと開けられないから。うー、タレット、お邪魔しました。さよなら。めっちゃ指ゲットしたわ。ヨシカゲかな。スパイか。毒スパイクを無音で撃てる。スパイカーできましたー。あー、どこ行くかだな。ノズルとエクスタシーとスモーキー。まあなんかいい DNA ゲットできんだったら上行きたいのもあるんですけどね。ミニマップ向こう、すべてのドアがロックされて、ここ危険だな。それで FTL ノズルなの？ブッシュワーカーとボルト、FTL ノズル。ここ行って、ワープで一気に飛ぶかな、下。そうしよう。レッツゴー！遺伝子ツイスター。え？遺伝子ツイスターがあなたを通り抜ける。間、世界が伸びたり縮んだりして見えた。周りもあなたも全て変わったように感じた。それはイオンブルーを6缶飲んだ後とはまた違う感覚であった。それは何だ？エナジードリンクなのか？お酒なのか？これがあのおかしな住民たちに起こったことなのだろうか？もうすごいじゃん。ホワンホワンホワンって。あ、これ、イオン、じゃあ遺伝子ツイスターでみんな管理人とかになっちゃうわけね。スクリューとかで、消失たかりやツアーガイドがくっついた。何ツアーガイドって。近くにいるツーリストが突然爆発しない。あ、じゃあこれついていれば爆発しないからガンガン近づいていた。突然爆発しないっていうのはどうなんだろう。あ、 DNA 見えなくなっちまった。このワームホールに入ってみたい感あるけど、何ここ。マート自動販売機取引所。はあ、まあまあ吸える空気、酸素が長持ちする。バズボックス、うわ、核地雷とか。ワームホールに入ってみたくなっちゃう。行きましょう。 GO！ ワープキーを使ってワームホールに入っちゃう。ワームホール、スティーブ、マニュアルワームホールとのその開票方法に関するフィギュアは粘着性の液体で接着されていた。なんで見れなくなってんだよ、それ。そのためあなたはその部分を読んだことがなく、空間が引き伸ばされワームホールに吸い込まれているのはそのせいだろう。ランダム。あ、横かよ。意外と優しいな。何このボイドクジラ。小型船を飲み込む？超危険じゃねえか。じゃあとりあえずこの中入りますかね。しつけ用クビアがまたあるらしい。武器が何を持っていくか。スパイか。スクリューがいるからザッパー持ってこう。で、タレットはそこにしかないから操縦室に行くだけだと。どうなん、強いかな、スパイか。毒でしょ。この音的にはあいつがいるな。サプライズじゃないの。酸素の場所は確保。ん？足りないよ。お金が意外と足りないな。さて場所がわかるぞ、これで。めっちゃあんじゃん。開けましょう。いやー、びっくりした。あー、で、ここにあるのね、目的のものは。
ブーストゲット、まだあるね。はあ、燃料が一つかな。回収。わお、ゴミが。で、タレットが向こうにあるぐらいか。帰りまーす。お邪魔しましたー。走ったから酸素が減るのが早くなるとかそういうのはないんだね。さ、ボイドクジラがいるから、一応頭狙った方がダメージ倍みたいな書いてあったな。ヘッドショット大事だな。マートに行ってみよう。え？ロケーションを飲み込むジャンクイカ。やっべえのいんな。なんか乗ってみよう。なんかあんの？わお、メリットをアイテムに交換。材料をメリットに変換する。邪魔するぜ。もう15分間もある。わあ、びっくりした、タレットがすごい。コンビニだ。材料を売ればメリットを手に入れられるけど、燃料買える、食料買える、そんなに困ってないですけどね。燃料食料に関してはあ、ワープ機 100! やっぱ宅建だな。魚雷は何に使うんだろう。飛んでるやつらに効くのかな。ブッシュワーカー、スパイク、ラットスパイク、弾、材料、ちゃんとお手洗いまでついてるぜ。残り、在庫、ボルト、めちゃくちゃ持ってるものから売るか。データ、スラグ、データ40で、材料何を買うか。燃料高っ。弾丸、ホッチキス、トースター、リベット、これ弾薬なんだね、全部。ブッシュワーカー、ザップチャージ、キティボット、まあまあ40は残しといた方がいいな。開けるように。さてと、フードパックのとこ行って、あっ、あっ、これ何、右に進んでて左には戻れないのか。やられたぜ。まあでも食料すごい手に入れたな。めっちゃぶっ壊してる。どうだ、前に進むしかねえな。そういうこと。何これ、スクリープ、スプーク、ツーリスト、震度2に入ったわけですけども、電気系危険事象多発。うん、見たことない敵がいるんですけど。パピーボットが盗難パーツを所持。パピーボットというのがいるんだね。嫌な予感しかしないんですけど、乗ってみましょうか。スクリープとスプークが怖え。どんな攻撃してくるのか。監視カメラは警備態勢になると、やべ、監視カメラがある。おう、これは監視カメラに映らないように行かなきゃいけないのか。ぶっ壊せんのかな。警備ボット来るって、
FTL、 いや操縦室にあんのかな。うん、操縦室のとこにある警備ボットみたいなところが飛んでくんのかな。強そう。キティボットじゃなかったかもしれない。そんなロボットがたくさん出てくんなら。さよならツーリスト。なんだこいつ、行った。今のが何だったのかがちょっと見る前に倒します。誰かいなかったような気がする。やめろパピーボット。めっちゃベイダー。あ、バーズボックス入ってた。あ、いや、痛い。消えた、スプーク。なんだと、スパイカーで一気にダメージ与えてやろう。このドクってるか、次出てくる位置がわかるんだよ。オッケー、スパイカー持ってきてよかったな。やったか。ツアーガイドを射撃の名手と入れ替える。セキュリティエクスパート、優れたエイム、レイアウト、マップ上で部品を見つける。海賊は戦場でプレイヤーを見つけるのに2倍時間かかる。臆病者。何、海賊なんだ。誰か来たのかと思ったじゃねえか。鋭い観察眼にするか、レイアウトマップ上で部品を見つかる。今のところそんなになんか命中率が困ってないから、こっちにするか。落ちてる部品まで表示されるようになったわ。今まで表示されてなかったけど、これはいい、これはいいぞ。金増えた。なんかビリビリしてるんですけど。タレットまでいるじゃねえか。警備、操縦、移動早い。倒したけど、おお、一気に難しくなったな。警備システム停止。ダウンロード。監視カメラも停止してるはず。え、最初に見たけどさ、見れなくなってるよね。あ、この通電ってのは下でビリビリしてるやつか。なぜだ、なぜタレットの位置がわからない。警備ボットが来ちまうだろうが。見て、今当たった。バカな！当たったらこんなに痛いんだね。よし。酸素室になんかあるぞ。あっち行け。やばいやばいやばい。敵の声がちょいちょい聞こえる。あー、ガソリンが1。オーバー浮いてるな。いるぞ。さよならツーリスト。なんか倒した、落としたな。あいつらも踏んでんのかだね。
食らってんだ、踏んで。タレットはやばい、タレットはやばい。嘘、アイテム拾いたいけど。よかったー、ツールと爆発しなかったわ。閉めちゃって休憩室通り、これか。お邪魔しました。うわ、一気に難しくなってきたな。オッケー、次はそうね、このまま横に行った方がいいかな。スパイクハンターってのが手に入るし。あー、でも上は上でフューエルスカベンジャーっていう、多分ガソリン系を見つけられるのがあるんだな。ということで次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。